お守りついてんのこれ。ちゃんと交通安全にも配慮してお守りもつけて、ちょっと生活感出てますけど。ここをつけてたらさ、はい、ね、ここにお守りがついてるわけですよ。それどこのお守りなの？これは私の地元の山形の神社の。山形の神社。あのね、験担ぎってよく言うじゃん、はい、みんななんかレースする前とか、うんうん、なんか勝負事する前に験担ぐ人いるじゃん。そうですね。験担ぎって別にやってもいいんだけど、験担げなかった時に不安になるじゃん。確かに。あのなんかこう忙しくて、あ、やべえ今日験担ぎ忘れたとか。なるほど、ルーティーンみたいな、ね、いつもだったら俺は今日勝負の時は赤いパンツ履くんだとかいうのがね、あ、今日履き忘れたって言ったらすごく不安になるでしょ。確かに。ここにこれやってると、はい、今度競技出る時はこれ取らなきゃいけないじゃん。確かに。ああ、そうだ、落ちちゃうから。そしたら急に不安になる。あ、お守りがないから不安不安になっちゃうじゃん。だから考えた方がよくない？いや、すごい。レーシングドライバーさんってそこまで考えるんですね。ルーティーン作っちゃうと。あのぶら下げてるやつも